五日市鉄道33700型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省等に在籍したタンク式蒸気機関車である。1907年に2両、1908年1両、1909年3両の、計6両が製造された、車輪配置2から6から4、ボークレイン4機等複式の飽和式タンク機関車である。 いずれも1906年の山陽鉄道買収により、国有鉄道の所属となった兵庫工場で製造されたもので、最後の山陽鉄道系機関車である。兵庫工場製の機関車としては、製造番号18から23に相当する。前車が国有化後に落成したが、買収機関車を統合した、車両形式称号規定の制定前であったため、 山陽鉄道の形式称号を与えられ、35型とされた。1909年に制定された、鉄道員の車両形式称号規定では、3700型と解消された。山陽鉄道32型を基本として、重輪を二軸、ボギー代車化し、側水槽よりも、後部水槽に重点を置いた設計となり、後部水槽上に設けられたタンの幅を狭くして、 更新運転の際の運転台からの見通しを良くしている。また、後部のボギー台車にもブレーキ装置が設けられていたのも特筆されるが、国有鉄道時代に撤去されている。また、156は1908年に蒸気加付きの試験機となったが、これもほどなく撤去された。落成後は大阪に配置されて、阪神間の貨物列車や一部は、 山陽線西部に転じて、区間列車に使用されたが、1925年に、他のボークレイン複式機関車と共に廃車された。このうち3705は1926年に、五日市鉄道に譲渡され、同社の3となって、長期にわたって使用された。五日市鉄道は1940年に、南部鉄道に合併されたため、同社の10となり、 1944年には、戦時買収によって、再び国有鉄道席に戻った。しかし、仮番号151のまま直ちに旧車となり、池袋に放置されていたが、1948年に廃車解体された。ありがとうございます。